全国大会出場、誠におめでとうございます。ぜひ日頃の練習の成果を遺憾なく発揮していただいて、頂点を目指して頑張っていただければと思います。ただ勝敗の差はどこなら、熱い思いを持ち、50歳を過ぎてもソフトボールを始めてまいりました。今年も元気で大好きなソフトボールができることの喜びを胸に、支えてくれたたくさんの方々に感謝をし、この大会が最高の思い出となるよう精一杯プレーすることを誓います。平成27年9月25日、選手代表、山梨県ヒーロー、主将、和野紀江。